箱書き読みますと、赤塩毛茶碗楽吉左衛門、こちらは12代購入の作品になります。塩毛茶碗ということですね。無傷ということで買いました。ごくごく短い乳のような部分はありますけども、それで返品できるっていうものでもないですのでね、大きな直しはないですし、かなりね無傷に近いようなそういうものです。ここですね、ここにごくごく短い乳のようなものがありますね。ここに購入の印があります。少し土は白いかなっていう気もしますけども、これは本物で大丈夫です。こちらの購入原価は7万6千円です。相場から考えれば直しがない状態で、乳もごくごく短いような状態ですので、ネットリザーブ10万円つけて、そういう出品も可能かなと思います。その辺はね、品物を見てもらって、それからの相談になると思います。それじゃあ、いってらっしゃい、頑張ってきてね。Thank you.